ハンター戦の全茶をまとめてみた。解読って煽りだよね。音うるさいし。サバイバー追ってる横でのんきに解読してるやつ見ると本当にぶん殴りたくなるよね。情報訪問ってもしかして意味ない？最近女王ほんと見なくなったよね。サバイバー側も女王なら引き分け取れるかっていう風な認識になってきたよね。そもそも痛い目は必須のハンターは弱い。このゲーム鬼ごっこのはずなんだけどね、敵が全員地雷にならないかな。特にファーチェさ、もうどうかファーチェ早く終わらせてくれって俺毎回心の中でお祈りしてるんけど、ハンターだったらみんなあるんじゃないかな。ワープ3枚持った祭司マジで脳死でも稼いでしまうのが嫌い。本当にワープ3枚持ちの祭司って通電後とかに追いかけたらハッチ逃げとかされるからマジで強いんだよね。ガラテアか、私ガバテアなんだよな。俺もガバテアなんだよな。石像がな、当たらんのよな。ハンター戦はランク関係ない。サバへの殺意があればハンター戦。サバが憎いなーって思ったらあなたはハンター戦。ファーチェに傭兵置くのやめい。ファーチェポジって傭兵脇確定なの？そんなあなたに傭兵番。サバやってる時は義士とかで橋上スポーンするのに、サバイバーで義士やってる時に限って初手脇位置にね、生まれちゃうんだよね。これ何なんだろうね。ほんと祭司いたら必ず獣の檻じゃなくて台盤用の台用意せな。祭司はハンターの怒りのボルテージを上げてくるよね。ほんと祭司を使っていいのはケバブされる覚悟があるやつだけだ。なんかかっこいい風なこと言ってる。祭司の誕生日を素直に祝えないハンター戦の俺は末期かな。フィオナは好きだけど祭司は嫌い。フィオナも祭司も同じだろう。くたばれ。僕の戦績が真っ赤です。バグですか？認めたくないかもしれないけどそれが現実なのよ。オーバーポイントしか味方がいない。いいじゃないか、味方がいるなら。何この会話、悲しいんだけど。ハンターそろそろ走ろうぜ。のんびりしてるからサバイバーが逃げるんやで。リッパーとか未だに鼻歌歌いながらサバイバー泳いでるからね。走れよって思うよね。サバやっててストレス溜まってハンターになったのに、さらにストレス溜まった私はどうすれば。ハンターの方がもっと地獄だったっていうパターンね。弦の都出せや。めっちゃうるさそうだね。危機一発5秒でよくね。危機10発くらいある。危機一発で無敵とか全然危機一発じゃない。危機一発状態でいくらでもダメージ受けていいって、もうそれ危機一発じゃないやんっていうね。これは確かに思うね。あのなんかワンチャンハッチ逃げしようとするのやめてもらっていいっすか。なんか諦めている風で実は諦めてないでワンチャンハッチング狙ってるっていうパターンあるよね。そういう姑息な真似やめてもらっていいかな。ストレス解消で始めたゲームがストレスの元になっているのはなぜ。あんたやってるとねストレス増えちゃうよね。わかるわかる。第5の運営って広い目で見れないよね。1点だけ見てその1点しか調整してない。運営さんもサバイバーを増やそうっていうね調整だとは思うんだけど、ハンターからするとねしんどいものが多いよね。てかさ、祭司弱体化しない理由マジで何なんだろう。弱体化する理由めちゃくちゃあるのに。運営さんもうちょっと弱体化してみない。ハンターは勝てるのがすごい、サバは負けるのがすごい。いやでもサバイバーやってみたら意外と勝てないよ。オフェうざい、疑心インチキ、画家卑怯。これはごもつとも。おーおー、ハンターやってるとサバに文句言って、サバやってる時ハンターと味方に文句言う。つまり俺だ。お前か。ハンター戦に質問。重そうなサバがいたらどうしますか。殴る。容赦なく叩く。潰す。凶暴さんぶりだね。けど他のハンター銃撃たれてボール当てられてタックルされてもうノーワンずっとついてるぐらい怒ってよ。もうファーチの段階から切れろよって思うよね。タゲチェンしまくったら全員いんない。笑わせるな低能サバ。みんな強ポジ行きたがるからね。許さん。なんで義士と祭司と囚人とオフェンスその他諸々を荘園のゲームに誘ったの。荘園の主はバカなの。さすがに荘園の主まで八つ当たりするのはやりすぎじゃない。負けるために自分の腹殴るのいいよ。腹殴れば痛いから次絶対負けたくないってなるから。おすすめ。ド M か、やめなさい。なぜなぜロングアップに入る、危機一発中なのに。てか思うんだけど同じマップ連続で選択されないようにしてほしい。
連続で同じマップ選択されるのなくていいよね。思い出すんじゃねえレオ。もっと明るくてさらちだった頃を思い出してくれ。てかレオ、ぶん殴って記憶消せばレオもマップから消えるのでは。レオ泣いちゃうレオの思い出雨降っちゃうよさすがハンターを精神的に殺すサバイバー。本当にサバイバーにメンタル殺されるよね。わかるわかる。一定期間ごとに自分に弱体化入るのやめてほしい。1週間ハンター触ってなかったら初めましてから始めなきゃいけないよね。金のゴリラが仲間になりたそうにこちらを見ている。板を割るんじゃなく板を超えるハンター来ないかな。ルキのやんけ。ルキの使えば勝てるよ。板割らずに飛び越えられるハンターって聞くとルキの強く感じるんだけどね。失血してんのに復活すんな。なんで血流してんのに立ち上がるんだろうね。無理すんなよ。今日鏡ガバすぎて涙出てくる。そんな時もある。ランクとか飾りサバみんなカラスに骨も残らずついばまれればいいのに。おサバ様が文句言うなよな。いたわり早くてもおサバ様にはワープとフクロウがあるから。強いアイテム持ってんのよやつらは。フクロウとかいう不具合使うな。確かにフクロウで攻撃守るって、ね、意味わからんよな。指名手配いいよね。自分は怒りに振る。振らないんかい。ハンター戦は精神疾患抱えてるから。あーあやべえな。4逃げじゃないからいい、4逃げじゃないからいい、4逃げじゃないからいい、4逃げじゃないからいい。いやー、ハンターって闇深いね。4通から4釣りできるのが無情、3通から3逃げされるのがボンボン。みちこ雑魚。雑魚じゃないと信じたいけど、1位が4だったら雑魚なんだろうね。そして2連敗ナウなんですけど、ここで永眠鳥が来ました。メンタルを檻に永眠鳥がやってまいりました。椅子の判定でかすぎて下昇位急に椅子って太り出すよな。自分の認知の下がり方に吹いたの初めて。認知上がったり下がったりして綺麗なジェットコースターができた時は思わず笑顔がこぼれたよね。占い番女王勝てなくて草。今の環境で女王で勝ってる人俺ほんとすごいと思う。異常フェイントで通電後サバ殴るやつ楽しい。この異常フェイントってどんなやつなんだろうね。でもさ、寸止めの暗号機の前で特質変えたら異常と勘違いして通電してくるサバイバーいるよね。あの時さ、ぶん殴れた時気持ちいいんだよな。恐怖気持ちいい。ピエロの剣道で恐怖取れた時は気持ちいいよなあれ。4通4通で気持ちいい。これは本当に気持ちいいです。今のこのゲームのダメなのは読み合いがいらないんだよな。確かにな、読み合いの要素が薄れてきてるよね。マジで嘘かと思ってたけど5段までが初心者だな。きっつい。確かにフラライに上がってから一つ難易度は上がる感じはする。あー散歩パワーもんない。瞬間積むじゃん。焼き入れ発動しても冒険映らないけん実質運なんよ。もうね、固形村とかレオの思い出の冒険家はもう見つけられん。穴も無理だ。ランクマは前茶の合間にするミニゲームだから。サバは何人でも粘着来てもいいのにハンターが2人で追うと怒られるとか、これもう分かんねえな。ダブハンで2人で追うとやたらサバイバー側から文句言われるよね。でもあなたたち8人もいるんだよ。しかも同時にゲート開門とかハッチ強制開門するしな。ジェットコースターとかいうクソもあるしな、ね、あれ最後のセリフどっかで聞いたことありますね。運営は義士に頭の中いじってもらえばいいと思う。壊れちゃう壊れちゃう。鬼没綺麗だよね。使ったらサバが喜んでくれる。みんなを照らす光だからね。ゲートから逃げるならともかくハッチ逃げは許せん。ねえ、ハッチ逃げはね、運ゲーだからメンタルに来るんよね。クロレオタン仕事できない子だから。クロレオタン近くにいる人だったら誰でもすぐついていっちゃうからね。困った子だよね。即死取って引き分けだからサバは楽な環境だよな。即死取っても油断してると本当に引き分けになるからね。バルク使いたくてランクまで練習してたら勝率犠牲になった。ハムスターってタコ足生やすやつだよな。無がないやつだねこのゲームってハンターがサバイバーに復讐するゲームじゃなかった？なんでサバイバーが強化されてるの？うんね、そう思う気持ちもわかるけど、このゲームは4人で1人をいじめるゲームです。みんな最新のロングワープ入って立て直しする。
いやもう祭祀のロングワープに入られたらどうしようもないからね。祭祀クソつまらんチェイスしかしよらん。タコで祭祀タコ殴りするの気持ちよすぎ。タコだけになんかハンター戦の全長集めるたんびに祭祀の文句が集まってくるんよね。勝率上げたいのに負けばっか。勝ち方忘れた。ゴキブリになりたい。ハンターやってるとサバに文句言って、サバやってるときハンターと味方に文句言う。つまり俺だ。お前か。ようやく半分か。19,000人にやっぱいいもん作ろうって思ったら、やっぱテロップできるだけ入れたいなって思うんですよ僕は。スバちゃんいいこと言ってる。ゴキブリになりたい。終わったー。終わりです。さあ今の時間を確認してみましょう。おっと10時間5分。10時間超えてもうたー。10分の動画作るのに10時間かかるってやばいな。俺この動画の尺10分やで。10分14秒の動画を作るのに俺10時間かけてんだよ。えぐいな。